皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は JR 阪和線関空和歌山方面への電車に乗車しています。 JR 阪和線日根野駅の改修構想について現地を確認してその情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。 JR 阪和線は大阪市天王寺区の天王寺駅から和歌山市の和歌山駅までを結ぶ JR 西日本の鉄道路線です。本線以外に通称羽衣線と呼ばれる堺市西区の大鳥駅から堺市市の東羽衣駅までを結ぶ支線があります。路線距離は天王寺駅から和歌山駅間が 61.3km、 大鳥駅から東羽衣駅間が 1.7km です。期間は狭軌の 1067mm、 紀州天駅含む駅数は36駅、複線区間は天王寺駅から和歌山駅間、単線区間は大鳥駅から東羽衣駅間、全線直流 1500V の電荷です。電車は大阪府泉佐野市日根野にあるJR 姫野駅に着きました。乗車した関空紀州寺快速は1から4号車の和歌山寄りの4車両は関西国際空港域で、5から8号車の天王寺寄りの4車両は和歌山駅になります。途中の姫野駅で列車の切り離しが行われ、それぞれ関空や和歌山を目指します。大阪府都市整備部都市交通課では公共交通戦略の柱の一つである公共交通の利便性向上の取り組みとして、相互乗り入れ、乗り継ぎ改善について、大阪府が利用者の視点に立って独自に検討し、たたき台として取りまとめました。これは鉄道事業者等と調整を終えたものではなく、今後、この検討案、たたき台をもとに、鉄道事業者等と意見交換、議論を進めていくものです。これまでの検討結果としては、大阪府内の約500駅について乗り継ぎ利用が考えられるターミナル駅、乗り継ぎ利用のある駅100箇所を選定し、さらに対象駅の検証をもとに広域的な観点から駅路線の重要性を考慮し15箇所を抽出しました。この15箇所に関して府の検討案たたき台をもとに各鉄道事業者等への検討案たたき台を提示し、関係者による検討の場を設け、本格的な議論の開始、事業化の見極めを行い、関係者と合意できたものから順次事業を実施していくものです。その15の検討案、たたき台の一つに、大阪南部や和歌山方面からの関空アクセスを強化するため、日根野駅を大幅に改修するという構想があります。JR 日根野駅は南海本線泉佐野駅と同様、関空から来た電車が大阪方面と和歌山方面へと分岐する駅になります。現状、関西空港方面と和歌山方面の乗り換えは階段を上下移動しホーム移動が必要であり、荷物の多い関空利用者等にとっては大変不便な状態です。一部の利用者からは乗り換えにかかる上下移動に不満の声が上がっています。一方、同じ関西国際空港に乗り入れしている南海本線での南海泉佐野駅においては、島式ホーム3面4線の内側2線を本線利用し、同一ホームで対面乗り換えが実現されています。JR 日根野駅も、両方向への同一ホーム対面乗り換えを可能にするため、島式ホーム3面4線の内側2線を本線利用し、同一ホームで対面乗り換えを実現しようとするものです。これにより乗り継ぎ移動時間の短縮が図られ、関西国際空港へのアクセスも強化され、大阪南部及び和歌山方面への観光振興が実現されるというものです。そのためには整備費及び用地の確保や既存駅舎の移設改築などが必要となり、また既存運行ダイヤへの影響や工事時間の制約なども考慮する必要があります。この構想に関しては2016年から鉄道事業者等との意見交換が実施されていますが、事業化はされていないようです。これは用地買収や既存駅舎の移設改築などに多額な費用がかかる割には、乗り換え時間短縮にメリットが限られるためです。またそもそも大阪南部や和歌山方面からの関空アクセスは大阪方面からのアクセスに比べ極端に少ないことも挙げられます。
鉄道事業者等としても投資に見合う価値が見出せないので、検討の対象外として扱われていると思われます。日根野駅の3番ホームでは、先着している和歌山方面からの4車両に関空からの4車両が接続して、8車両の関空奇襲時快速として、天王寺、大阪方面へと日根野駅を出発していきます。JR 阪和線、日根野駅の改修構想について、現地を確認してその情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。また、お会いしましょう。